マコンないじゃん。元若者じゃん。元若者。ちなみに、25歳、26歳、47歳です。まあ。順番的にね。はい、じゃあまだ25歳から。ありますね。多分。全権50万。まあ、もっとある。マカス。完全に手がみなぎってましたね。なるほど。ビワネジルはいいんですか。そうだ。クラブだ。あの、おもさんの息子さんのプレーだった。おもさんの息子さんのプレーだった。はい、続きまして、全権57万、川岡の86、新しいようなんて。いや、もう古くないですか。そショート何位だった？多分6位ぐらい。あ、6位ぐらい。なるほど。まあ、ロングは大失敗せん限りだから大丈夫よね。今週だってそういやわな。そういうキューハンドを作ったから。1位はだね。予想プロの1位。はい、ミドルクラスショートの結果が出ました。ワコージさんに反対しておりますので、ちなみにこれで予選落ちはないですからね。そうそうそう、まだまだね、はい、ロングがあるロングがあるね。はい、川岡の2本目ですね。はい、やっぱりだね。あ、壊していいですか。全てが保証が聞こえるもほとんど予選堂前は1本なんかわざと2本目強い。 あれカモフラッシュだね。カモフラッシュ。そんな見えない。嫌だ。お兄ちゃんとパクってきたやつか。お兄ちゃんとは仲悪いんだけど。はい、じゃあ全権55番宇佐田主任。そうみたいな。自分本人でも完全にあれお兄ちゃんの声だろ。いやいや、あれ塗ってた。仲良し。全権54番藤岡孔明22歳、若手です。孔明マイちゃんです。はい、来ましたよ。みんな大注目ですね。大注目。53番マイちゃん。いや、スピンしたよ多分今。あ、知らなかった。
マイちゃんほら全然マイちゃんに マイちゃんに好きなんですよほら、全然好きなんですはい、シューチャーでもね。シューちゃんは1本目マグあれ奇跡の1本だったんです。響いてないじゃん。俺は響かんだ。これ64点なんですよ。64点響いたよ。さあ来ましたよ、クラフトマン。はい、で、54番ですね。孔明の2本目。シリーズチャンピオン争いの変な2台です、はい、これビギナークラスが終わったらエキスパートのロングになりますよ。はい、エキスパート準備しておいてくださいね、はい、A グループの最初の方の人25番からね。はい、はい、じゃあ準備が良かったら行きましょう。まずはシリーズランキング2。ほら岩中が早いから時間巻いたじゃん。ナイス、お、ナイス、はい、お帰りたい、はい、待てよ。はい、シリーズランキング2位、52番、秋山ルーチェ。秋ルーじゃね、秋ルー来た。あら、50ライントレース完璧。あれ、松田スピードのもう上手だわな。あら、気持ち悪いけどまでね。いや遅いんだよね。でも来ましたよ、ちっちゃちっちゃいけど早いのも来ましたよ。リケ51番シリーズランキング第1位、スイツグアルト。あのラリークイック感がかっこいいんですよ。でもね、ちょっとね、いかにでも浅い。アルトといえど、でも早い。早いね。アンダーっぽくなかったですよ。はい、行きましたよ。ルーチェの2本目。本当に？リングアンダーではなかった。あ、これ結構いい。早かったですよ。もうルーチェ赤って書いてあるとこれ厚くですよ。だよね、今行けるのかな。あれ松田純正になってる。いや松田スピードかもしれないですよ。松田スピードだったんですよ、出したんだよね最近。あれはちゃうか。はい、暫定チャンピオンスイツグの2本目、ルーチやっぱあれじゃいけないですよね。でも多分岩井さんが言ったように角度をつけてる。マジで、はい、聞こえとった、はい、